グリーソン分類とは、前立腺がんの病理組織学的分類として、1966年に、米国のドナルド・ F ・グリースンが最初に提唱した、階層化の方法である。グリースンパターン3前立腺に発生する、悪性腫瘍のほとんどは腺がんであり、前立腺固有の腺房細胞由来であるため、風分類では、アスナー・アデノ・カルシノーマと記載されている。通常、日本においては、 腺が癌の病理組織学的分類として、癌細胞の分化の程度に応じて、高分化腺が癌、中分化腺が癌、低分化腺が癌に分ける方法が採用されてきた。グリーソン分類では、主要細胞の分化度、細胞異形を考慮せず、新順パターンや構造異形のみに着目して、前立腺が癌の形態をパターン1から5の5段階に階層化する。さらに画期的なことは、 前立腺がんの組織像の多様性を考慮して、量的に最も優位なパターンとそれより、劣勢なパターンの数の合計を、グリーソンスコアとして表現する方法を導入した、ことである。例えば、グリーソンスコア4プラス3イコール7。と表記した場合、パターン4が優勢型、パターン3が従属型となり、中文化腺がんの場合に、最もよく認められるスコアである。 パターンは1から5まであるため、グリーソンスコアは1プラス1イコール2から5プラス5イコール10までの9段階となるが、ハリ政権による診断では、ほとんどの腺癌がグリーソンスコア5から10の中に収まる。現在、日本では従来の文化度による分類とグリーソンスコアを併用して、病理診断がなされている。しかし、前立腺癌に関する符のコンセンサスコンファレンスでも、 グリーソン分類の使用が推奨されるようになり、世界的な潮流に倣って主要な診断基準になりつつある。インターナショナルソサエティ・オブ・ユーロロジクル・パソロジー・コンセンサス会議の推奨事項グリースンパターン1均一で独立した中型戦艦が密いまし、明瞭な結節を作る。グリースンパターン2条期と同様の結節が認められるが、部分的な最小限の浸潤傾向。 やや低い戦艦密財政、軽度の代償不動が見られる。グリーズンパターン3明瞭な関空を有する、独立戦艦よりなる。パターン1、2と異なり既存の必修要性戦艦の間に、浸順する。戦艦は外して小型であるが、中型、大型のこともあり得る。古い上戦艦は小型で境界が完全に平滑な、ものが含まれるが、ごく稀である。 グリースンパターン4融合戦艦、古い上戦艦、ハイパーネイロマトイド、不明瞭な戦艦形成を示すモノグリースンパターン5、充実性、削除、個材性、名法上 S 参考文献、エプスタインジ、オールスブルック WC ジュニア、アミンメガバイト、イジェバード LLISAP グレーディングコミッティーザ2005、ISAP コンセンサスコンファレンスオングリースングレーディング、 オブプロスタティックカルシノーマ、アム J、サージ・パチル29、1228から42、2005その後の臨床研究を通じて、グリーソンスコアと予後との相関が確認され、前立腺がんの自然死の予測、前立腺的除合や放射線治療後の再発リスクを評価する上でも有効なシステムであることが認められ、全世界的に普及する病理組織学的分類法となった。 グリースン DF クラシフィケーションオブプロスタティックカルシノーマズキャンサーキモセラピー1966-50 125から128病理医は軽直腸的ハリ性検で発見された通常型の前立腺がんを病理診断する際にこのグリースングレーデングシステムに基づくグリースンスコアを計算し非尿器に結果を報告している非尿器は臨床所見に基づく 臨床病気とグリーソンスコア PSH などを参考に患者の予後予測を行った上で治療方針を決定している。ジョンズ・ホプキンス大学の病理学者であるジョナサン・アイ・エプスタインらはウェブサイトを開設して病理のグリースングレーリングシステムに関する知識の普及や実際の診断のトレーニングとなる資料を公開している。ありがとうございます。